今日の試合は、まあ、ダブルス、シングルスともにこう相手にリードされた状態から逆転できたっていうのは本当にこう最近の試合では僕のこう負ける試合っていうのでそう逆転して勝てたっていうのがそこまでなかったので、こういう、なんていうんですかね、粘り強くこう戦うで勝つことができたっていうのはすごくこう、まあ、成長した部分でもありますし、自信につながる試合だったのかなっていうふうに思います。今シーズンは結構負けが続いてたり、こう、ビクトリーマッチになって勝ちが、こう、なんていうんですかね、勝ちをこう、呼び寄せるというか、流れにうまく乗れない試合が本当に多くて、なかなかこう、まあ、昨シーズンのようにこう、連勝だったり、こう勢いに乗ることができない中で、こう、今日はこう、勢いに乗るというよりか、本当にこう、みんな、チーム全員が、こう苦しい試合を一つ一つ乗り越えて勝つことができたので、まあ、そうすることによってこう勢いが乗ってさらにこう連勝につながってくるのかなっていうふうには思います。いや、まあスタートからこう本当にエンジンをかけて、まあ、一球一球こう、気持ちの入った最後までこうそれを貫けたっていうのはこうデビュー戦っていうのは結構最初にこう1ゲーム目取るとか結構難しいんですけど、そこをこう、まだのやり方で自分のペースで最後まで戦うことができたっていうのは本当にこう、すごいことだなっていうふうに思います。そうですね、もうリューキャスティーダはこう、まあ、前半負けが続いてしまっていたので、まあ、後半はこうもう勝ち切ってもうポイント稼いでいかないといけないので、必ずまあ連勝してこうファイナルつなげていきたいと思います。初出場おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、やっぱデビュー戦ってことで、やっぱりちょっと緊張はかなりしてたんですけど、前半の先輩方が、まあ、苦しい試合をもぎ取って、まあ、リードしている場面で、まあ、自分に回してくれて、で、本当にみんなで思い切ってやってこいって、本当に声かけてもらったんで。本当に思い切ってプレーすることができたのが良かったです。本当に格上の選手ですし、もう僕が本当に思い切って、もう本当に開き直って、思い切ってプレーするだけだっていうのは思ってたので、まあ、最後までまあ自分がそれが貫き通ったので、まあ、結局勝ちにつながったのかなって思います。僕は、フォアハンドが得意なんで、で今日は、サーブがすごく効いてて、でその3球目で回り込んで、まあ、強打とか、まあ、ラリー中でも、まあ、厳しい体勢でもコースをついて、まあ、フォアサイドからストレートなどの攻撃が、まあ、今日はよくできたなっていうのは思います。まあ、まずは、まあ、いい形でデビューできたので、まあ、これから、まあ、練習をして、またチームに貢献できるように、そして、まあ、チームとしてファイナルに行けるように精一杯やっていきたいと思います。と、まあ、早くと浜田和樹という名前が、覚えてもらえるように、とこれからはもう、プレーでしっかり、まあ、勝利してアピールしていけたらいいので、まあ、応援よろしくお願いします。まあ、メンバーとかも、まあ、予定してたメンバーじゃなかった部分があったんですけども、まあ、今こう北九州に来てくれてるこのメンバーの中でどうやって埼玉に勝てるかっていうのをみんなでしっかり話し合って、まあ、僕はダブルスというところだったんですけども、まあ、宇田選手としっかりコミュニケーションをとって、まあ彼のこう持ち味というか、そこを引き出すことができたんじゃないかなというふうに思ってます。はい。いつもユーキャスティーダーを応援していただいてありがとうございます。今シーズンはまだこう苦しい場面が多くてですね、なかなかファンの方々にこう勝利を届けられてないなっていう部分はあるんですけれども、ここからですね、まあ、一戦ずつしっかりこの勝利をきっかけに、ファイナル進出に向けて、またチーム一丸となって頑張っていきますので、ご声援のほどどうぞよろしくお願いいたします。そうですね。本当、
チームの雰囲気、試合前からのその勝つに対する欲は結構みんな出してて、で全日本終わったばっかりですごく状態がいいので、すごくいい感じの張り方、あの入り方しましたんで、試合も紙一重の試合本当多くて、最後我慢してもう勝つにつないだのは本当良かったかなと思います。試合終わって選手たちと話をして、まあそうですね、まあコロナで、まあ、怪我する選手、ちょっと体調不良の選手が続出の中でプレーするのは、まあ、一人一人ちょっとプレッシャーがやっぱり大きいかなと思うんです。でもこれ結構もう抑えられたままプレーする選手が多いので、まあ、その気持ち、その雰囲気を、まあ、変えるように、はい、まあ、本当いろいろ話をして、まあ、今日につないだかなと思います。もう本当そうですね、強いですね。あとはもう組み立て、試合の組み立てすごく良くて、悪いところあったらすぐ、まあ、その場で修正する能力、まあ、高校生なんですけど高校生じゃない卓球をやってるような感じがします。はい、良かったかなと思います。そうですね、この前アスティラフェスで2連敗しててすごくあの悔しいです。まあ、次は勝てるように、はい、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。